南足柄市の皆様、大きな声でお騒がせしております。日本改革党靴沢と畠山と申します。畠山隆弘、この地区の支部長であります。皆様お見知りください。ご存じないかもしれませんけれども、コラボという社団法人のことで話題となっております。このコラボという団体はですね、都の事業をですね、委託されている社団法人であります。補助金の事業ではありません。要するに都の仕事を下請けしているところなんですけれども、こちらの会計がめちゃくちゃであると、ひまそがさんという方がですね、住民監査請求というのを行っておりましたところ、監査を認めるという6年ぶりの決定が下されまして、これはですね、増添都知事の公用車をですね、好き勝手使っていないかという住民監査請求が6年前に通ったきり、通っていないものが通りまして、都が正式にこのコラボという社団法人の出した事業内容や会計を再調査したんですけれども、その結果が昨日発表になっておりました。基本的にはですね、住民監査請求を受けて監査する場合は、そのここがおかしい、あそこがおかしいという部分だけ答えればいいというものなんですけれども、そういう結果にはなりませんでした。コラボがですね、出した表3というですね、収支報告書、これに従えば、ひまそらさんという方の主張しているような水増し請求はないと。そもそも都の予算が2600万のところ2900万円使って持ち出しになっているんで、水増し請求はないと。ですけれども、税理士への報酬を全額計上してしまうであるとか、高額なレストランやホテルの宿泊費まで計上しているであるとか、人件費の案分が不適切であるということでですね、ひまそらさんが主張していない部分で不適切である、こういう判断が下りました。さらにはですね、この新しい収支報告表3によれば水増しはないということになりまして、2月28日までにこの表算が合理的に説明できるようにしておきなさいと、領収書を揃えなさいと、こんなような勧告がなされておりました。それとですね、先ほども言った通り、高額なホテルやレストラン、これは委託事業、要するに下請けですよね。ということはコラボのメンバーは準公務員となって、その社団法人の事業を行っているはずなんです。そのみなし公務員とも言えるような方々が、そんな高いホテルやレストラン使ってたらおかしいですよね、これも是正しなさいと、余計なところで突っ込まれておりました。2月28日までに領収書揃えられるんでしょうか。今コラボの人たちは必死になって領収書集め、辻褄合わせに頭をひねっていることだと思います。でもおかしいですよね。都の事業を下請けに出して、それの領収書がないって、納税者としておかしいと思いますよ、こんなのは。さらにはですね、コラボに丸投げした事業の最大予算が2600万円ということでしたけれども、何の役に立っているか私にはさっぱりわからないんですよね。このコラボが出した収支報告書、正当なものである、正しいものである、確かにこんだけお金使いましたということを証明できない場合、都のですね、この若年女性保護の事業そのものがなくなってしまうと思います。都だけの問題ではないと思うんですよ、これ。こういうですね、事業内容と収支がなんだかめちゃくちゃな社団法人に、南足柄市も事業を丸投げしておりませんでしょうか。あるいは神奈川県はこのコラボという団体のような団体に仕事を受け負わせていませんでしょうか。もっと分かりやすく言うと、こういう怪しげな団体の食い物になってませんでしょうか、神奈川県は。私はそのことを非常に心配しております。神戸のですね、コラボもどきとも呼べるですね、やっぱり女性を保護する団体であるなんていう、ホザナハウスというところの代表、これは牧師だそうなんですけれども、覚醒剤で捕まっております。つい最近のことであります。
コラボを支える会なんていうのが立ち上がりまして、住民監査請求は不当であるなんつって、出した暇空さんという方を名誉毀損で訴えた83人というのがいるんですけれども、この会が支える会が立ち上がって3日ぐらいで牧師が逮捕されてたちまち82人の会になってしまいました。これは神戸のコラボもどきとも言える団体でして、こちらの方の団体の会計も詳しく調べるべきだと私は思います。このようにですね、食い物になっている怪しい団体の食い物になっている税金を見直して節約すれば、増税なんかしないで防衛費捻出できるんじゃないでしょうか。防衛費を倍増することに私は大賛成でありますけれども、そのために安易に増税するというのは団体反対しております。こういうですね、怪しい税金の支出を見直しもせずに、ただのほほんと金が足りないじゃあ増税、こんなのは幼稚園児でもできることであります。幼稚園児に謝れというツッコミが入るとは思いますけれども、防衛費倍増は賛成、増税は反対というのが日本改革党の主張であります。見直して見直してコラボもどきを全国から退治して退治して、あとですね、何に使われているかわからない男女共同参加予算10兆円、これをですね削って削ってなお足りないって言うんだったら、その時初めて増税でしょう。何もしてないうちにさあ増税だ、こんなのはおかしいですよ。私は納税者の一人として文句を言いたい。防衛費倍増は大賛成、増税は大反対であります。では南足柄支部長の畠山隆弘、畠山隆弘が今からのご挨拶いたします。ご通行中の皆様、大変お騒がせしております。私は日本改革党南足柄支部長の畠山隆弘と申します。よろしくお願いいたします。我々日本改革党では外国人生活保護廃止を目指して訴えております。現在日本では外国人に年間1200億円もの生活保護費を支給しています。そして外国人に生活保護費を支給しているのは日本だけです。生活に困窮した外国人は日本の役所に相談に行きますが、自国の領事館に行くべきだと思います。日本人が海外で同様なことになったら帰国するなり領事館に行きますよね。そして日本国憲法にも福利は国民がこれを享受すると書いてありますし、最高裁判所の判決でも外国人は生活保護の対象でないと判断が出ています。このまま外国人生活保護が増え続ければ日本が潰されてしまいます。外国人ではなく、まずは日本人を助けるのが優先なのが当たり前なのではないでしょうか。日本人の生活を守るためにも外国人保護の廃止を目指していきますので、日本改革党をどうぞよろしくお願いいたします。